おはようございます、それでは囲み取材を始めます、まずは不正に関する質問をお受けいたします。いや、まだ決まったわけではありません。ちょっと報道の先走りというかね、非常に迷惑してます。これはまだ我々は今正式に何の連絡も受けてない中で、ね、決まったことを報道されると、こう決めようとしててもね、他のエリアからも立候補があるわけで、そういう人たちが今度巻き返してくるしね。だからまだ 何にも決まっていないという状況なんで、これから引き続き大阪は、そういう国際会議をやるポテンシャル十分あるということを政府にさら、に伝えていきたいと思ってます。インテックス大阪などこちらの現地の外務省の方は視察とかも訪れたようですけれども、何か課題とか意見交換でどんな話が出たんでしょうか。いろいろ意見交換してますけど、現在はまだ、政府の方から、正式に何ら、我々のところに連絡をいただいたわけではありませんが、どんな話をしているかも今のところは申し上げられません。他にございませんでしょうか。政務に移ります。はい、すみません。未納 の、虐待、4歳の話にした、虐待で亡くなった事件なんですけど、受け止めについて。いや、もう残念で仕方がないですかね。本当に、もう言葉にもならないと。クリスマスにね、子供が、殺されてしまったと。ちょっと連絡が情報共有に、ちょっと問題あったかもしれないから、これは原因をしっかり追及してね、こういう二度とこういうことが起こらないようにさら、に取り組みを拡充したいと思っています。それでは政務に移ります。質問をお受けいたします。岸和田氏なんですけども、市長が辞職されようとしています。市長選挙になった場合に、市民としてはどのように今段階で望むと思われているんでしょうか。これは地元議員中心にいろいろと協議をしているところです。ただもうとにかくもう金まみれの政治をなんとかこう変えないかんと思うけどね。もらったり渡したりね、あれどうなってんのかなと。もらった側はもらってないというしね、渡した側は市長は渡したというし、で今度市長にも渡したという人が出てきてもらってないというしね、もう政治の本当にもう金まみれのもうおかしなところ、それ一度この選挙通じてね、僕はやっぱ改めていくべきやと思いますね。ただ維新としてどうするかはこれ今、地元の議員中心にいろいろと、協議をしているということです。法務省の両立もその検討の中に入っている。この金こういうお金にまみれたね、こういう政治体質はね、これはどこであろうとね、やっぱり変えるべきだと思ってます。他にございませんでしょうか。安倍政権が発足してこれ5年されたんですけれども、この5年間の政権運営についてどういうことですか。これは外交防衛についてもね、世界で存在感を示されているし、非常に日本の舵取りとしては、間違っていないと思いますね。ただ要は自民党政権では
この中の改革ができないということははっきりした、はっきりしたと、こう思っています。今ね、もう少し具体的に中の改革というのを具体的に教えてください。例えば出資法人改革だとか、天下り改革だとか、それから役所改革、そして政治改革、これは自民党ではできないということですね。要は安倍政権、当初もですね、やはり、その国会議員の、その在り方についてもね、いろいろ、変えなければならないところはあったと思うけどね、そういう話も、おっしゃってたし、例えば参議院の合区解消なんていうのは、これはもう自民党のとにかく議席を一つでも増やしたいという通り通略だ。やっぱりこういう政治改革と 行財政改革については、問題がある。ただ外交や防衛や経済政策については結果が出てると思ってます。あえて点数つけるとしたら100点満点何点ぐらいでいいんですか？いや、点数はもうまさに選挙で、民主主義の中で、ね、圧倒的多数を得られてるんだから、これはもう完全な合格点だと思います。よろしいでしょうか。それでは囲み取材終了いたします。ありがとうございました。